スーパーサイヤ人ブローレイ。もう着ててもガタイがでかいっていうことが分かると、筋肉マッスルガタイしてスーパーサイヤ人、このスーパーサイヤ人ブローレイで今回、チラリズム。しかも、ダブローレイだからダブローレイ。ほんと待っていたこの時この瞬間を、もうついに開封する時が、ナンバー8、スーパーサイヤ人ブローレイ。なブローリーのさ、この加工いいよね。エフェクトのさ、この画像の加工めっちゃかっこよくね。ブローリーのこれバチバチか。すげえ、ブローリーだけでやる、このバチ。あとね、ナッパも欲しかったんだよ、ナッパ。あと、さらにはね、こっちのシリーズだとナンバーファイブ、ブローリーがいるんだよね。まあ、これもいずれゲットして、もう全種類コンプリートをしようと思うんだけど、まあ、今日はこの、うわ、かっけえ。スーパーサイジゴッドベジータ、このバチバチのベジータとゴジータ、そして、スーパーサイジブロリー、こっちのスーパーサイジブロリーとあっちのスーパーサイジブロリーを並べる、比べるという、うわ、感動と興奮ですよ、これ。全世界のブロリスト歓喜じゃねえ、これ。スーパーサイジブロリーを違うシリーズで並べる。あざっ。それでは、まあもちろんのことだから、ブロリーはメインディッシュなので、最初にナンバー3のゴジータ行きましょうか。めっちゃかっけえ。もうパケの時点でやばいもんね。映画ドラゴンボールスーパーワールドコレクタブルフィギュアボリューム1、ボール1、全6種。言いました。やっちまったなぁ、これ。ちょ、順番間違った。これ最後でいいレベルだったわ、これ。まあ、ゴジータだしな。ゴジータ、もう映画のさ、まあ、主役ブロリー、まあ、ゴジータか。ゴジータだよね、やっぱね。主人公、ゴジータ。まあ、映画ブロリーって名前にはなってるけど、まあ、主役こいつだもんな。すげえ。てかね、こんなちっちゃいの重たいんだよね。重量感半端ないんだよね。このシリーズすごいよね。なんかこのちっちゃいのにさ、重量感あるよね、このシリーズね。ザン、ゴジータフェイス。いいね。ゴジータ描くときすげえ。これすげえ役立つよ。イラスト描くときいいよね。いろんな角度からゴジータが。うおめっちゃ、これつっか、筋肉すげえ。っていうか筋肉すげえ。このデコボコ感がいいよな。強さニュート付き、わかる、強さニュート付き。強さニュート、しかし、ガタイといえば、まあね、ガタイ神がっちにいるから、ガタイ神がね。それでは、台座にセッティングして、ブロリーのね、ブロリーの隣にセッティングしてみっか。セッティングしてみっか。うわー、ゴジータ。いいね。あと、ブルゴジもゲットしなきゃな、ブルゴジ。ブルゴジ、ブルゴジとゴジータを並べるという奇跡メロコをプラス、その真ん中に、ブロリーをね、フルパワーブロリーを並べるという。まあ、まだまだあるから種類は、このコンプ、全種コン、まあ、一気にコンプしよう。次はね、一気にコンプして一気に開けようと思う。今日はこれだけだけど、次回から一気に行こうと、すっげえかっけえな。マジで。やばくねえ、このゴジータ。うわ。メインディッシュ感半端ねえ。いやでも、ブロリーとベジータいるからな、俺の大好きなキャラだからな。いやでも、メインディッシュはあっちなんだよね、個人的に。でも、フィギュア的なメインディッシュこれだったかもしれない。すげえかっけえわ。並べてみるとこんな感じで、かなりやっぱ、大きさに差があるね。アドバージも結構でかいんだけどな、あのスーパーサイズのブロリー。めっちゃちっちゃく見えんな。やっぱこのシリーズでかいわ、ワールドコレクタボーフィギュア。ワールドコレクタボーでけえぞ、これ、ワールドコレクタボー。さすがだ。さすがにでけえ。で、次ね。ゴッドのベジータ。じゃけさ、もうこれもメインディッシュか、全部メインディッシュだからしょうがないよね。順番はしょうがない。まあ、あとは自分の好きなキャラを最後に持ってくるっていうパティンでいいと思うわ、もう今回は。だってこれ無理だもん。もう全部メインディッシュじゃん。超かっけえぞ、このいやもうわかるもん、開ける前からわかる、この。つか映画のこのさ、ブロリーの映画の時のさ、赤髪のゴッドのベジータ、超かっこよかったよな。ブルーレイ楽しいな、早くゲットして、もう何回もよ、ループで、トレーニング中にループで流す、あの赤髪。ゴッドベジータベーダー MG ハゲ王子。そしてそのフィギュアをね、ゲットできるという奇跡ミラクル、レベルマックス、概念中の概念中の概念中の概念、ポッポロポロポ、足を筋肉。うわ、スクワットストリームじゃないか、マジで。マジで、もう絶対かっこいいのもこれ、ほらな。もうわかるもん。見ろ、行こう。じゃこりゃ。これ歴史に残んな、ワールドコレクタボーフィギュアの、ワールドコレクタボーフィギュアの歴史に残るこのベジータ、すっげえかっけつか、重た。マジ重て、このフィギュア、こんなちっこいのに。ザン、ワールドコレクタボーフィギュアの赤髪ベジータ、この角度っしょ。カカロット。うわ、カカロット。めっちゃかっけ、これやばくね。うわ、この角度もいいな。この角度、あの、写真撮ってさ、カードにして、カードにして、スリーブして、やっぱカードマニアになると何でもカードにしたくなるんだよね。で、コレクター、
コレクションしたいんだよね。やっぱコレクター魂がさ、なんかもう目覚めるよね。こういうの見るとね。めっちゃかっこいいの。そして、台座にね、セッティング。台座もあるっていうのがいいよな。台座もかっこいいんだよ。赤いね、クリアパーツ。赤いクリアレッドになっております。クリアレッド。そして、この棒をね、あ、待って、最初にフィギュアにセッティングしてから棒に突き刺すっていうね、ベジータを突き刺す。さっ、すば、あ、なんじゃこりゃ。だこりゃ。だこりゃ、お前。やべって、なんだこりゃ、これ。筋肉。うわ、足も鍛え込んねんだよな、ベジータな。素晴らしいよな。ダブルイケメンマッスル。うわ、こっち下半身見えないけどね。うわ、スクワット見たかったな、スクワットな。スクワットストリーム見たかったよ、ね。でもこっちのね、ベジータをスクワットストリームを感じる。感じ取れるぞ。みんな全国のマッチョ、全世界のマッチョを感じ取ろうぜ。スクワットマッスルストリームを。ビーチに、今年の夏でビーチに行って、足の筋肉に力入れまくってさ、女の前にはしらしらしく、あーって言ってこう。足の筋肉強調しなこう。うわーみたいな。足すげえみたいな。丸太すげえ。何あの丸太みたいな。いや、いいな。これマッスルストリームを感じるわ。さすがベジータ。ゴッドのベジータ、これメインディッシュだったな。やっぱダブルメインディッシュが、しかしそのさらなる真なるメインディッシュがね、待っている。しかも、ダブルで待っている奇跡ミラコ。ていうかさ、マジちっちゃく見えね。アドバージの。アドバージのブロリーでけえ。アドバージシリーズ。ね、あのブロリー特にでかいんだけどさ、ちっちゃく見えんの、やっぱな。やっべえね、こっちのさ、スーパーサイヤ人のブロリー超楽しみ。つうか、重たいもんね。もうこの時点で、箱の時点でずっしり感が半端ないんだよ。ブローリー、筋肉キズ。キズ、男の体に刻まれ戦いの巣についてキズ、めっちゃかっこいい。キズ、そしてね、フェイス。白目向いてるフェイス、スーパーサイヤ人。ブローリー、足のマッスルストリーム。マジでか。マジかよ、ブルーの悟空とナッパとかも欲しかったな、並べたかったな。くそ、次回だな。しかしながら、今回ダブロリーあるから、もうそれだけでもありがとうございますよね、ダブロリー。ブロリーをダブルでゲットできた、その感謝、そのことに感謝、その奇跡に感謝をしないとまずはダメだと。マッスルの神様ありがとうと。それでは、親指ドビュッシーからのパカリス集合、そしてスポリスコロリスコロコロって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 、おお、待って、ちょっとほんと次元違うっつか、重さがね、ヘビー級すぎる。何この重さ、次元団地だぜ。重さが団地ってね、もう筋肉のさ、だって盛り上がりがさ、全然違くね。何これ、肩筋肉、あ、また肩傷ないな、肩傷ねえ、くそー、自分でつけようかな、これ肩に傷をね。いや、ブロリーの傷ほんとかっこいいんだよな。でもほっぺの傷はちゃんとある。いや、めっちゃかっけえ、白目向いてんな、ブロリー、スーパーサイジブロリー。うわぁ、バーム。なんかバーム毛皮感すげえリアルじゃない、これ毛皮。めっちゃ毛皮感が出てるね、毛皮バーの。すげえ。よし、早速出して。見てみようか、ブロリーね。ブロリー。でっかやべ、アドバージだと並べない方がいいかもしんねえ。アドバージのちょっと迫力に欠けんな、こう比べてみると。マジでけえよ。まあ、クオリティは負けてないよ。もちろん。アドバージだからさ、負けてないんだけど、めっちゃでけえ。傷。うわ、腕の傷。盛り上がり分かるもんね、これ着てても。戦闘服着てても分かる、この筋肉の盛り上がり。さすがっすね。うわ、ペクトラレスメジャーの上部が見える。うわ、大胸筋ストリーム来たな、ペクトラレスメジャーストリーム。ほほほほ、めっちゃかっけ、やべえわ。さすがブロリーだな。しかもね、これだけじゃなくて、今日ダブリー。今日ダブリーだから。今日ダブリー。ダブルブロリーダブリーだからね。パカリス守護と封印をね、ダブロリー。封印を解きます。さっ、やべえな、このブロリー開封するの2回、あ、じゃあもうなんかブロリーって開封するだけでワクワクするんだよね。もう中身分かってんのにさ、うおー、すげえ、ダブロリー、神々しい、マッスルが大使ダブル、なんだこの奇跡は。やべ、もう、つうかさ、やべえな、ブロリストならばトリプルやるべきだな、ちょ、割り、俺ね、次回トリプルやってくるわ。もうブロリストならばトリプルっしょ、これ。もう間違いなくさ、もうトリプルだよね。もう、誰がさ、なんと言おうがさ、3つもいらねえだろうと言われようが、ブロリストならばトリプルだよな。うわ、すげえ、かっこすぎる、うわ、ありがとう、ブロリー。いや、ダブル来てくれて本当にありがとう。足のマッスルストリーム。すげえ、スクワットストリームだな、これ。あー、スクワットしたくなってきた、マジで。ほんと、筋肉痛なんだけどさ、今。マジ痛いんだけどさ、全然関係ねえ、そんなの関係ねえよな。ブロリーの筋肉を見ると鍛えたくなるという、この不思議。く
すぐるんだろうな、男のさ闘争本能をさくすぐるんだろうね、男のさ、いや素晴らしいな。戦いの神、ガタイの神、ブローリーダブル、そして台座にセッティングしてアドバージと並べてみるか。どんな感じになるんだろう、すげえワクワクしてきた。これはどういうことであろうか、これはどういうことであろうか、ちっちゃいアドバージのブロリーがめちゃめちゃちっちゃい。え、待って、こう単体だけで見たらさ、いやでかいんだよこいつ、アドバージのブロリー、スーパーサイジブロリー。しかしね、トゥトゥ、すっげえ、全然違うな、こう比べてみると大きさ。しかしながらさ、大きさはまあこっちのさワールドコレクタブルの方があるんだけど、クオリティに関してはさ、アドバージの方がかっこよくね、ブロリー。こっちのアドバージの方がバランス取れててすげえかっこいい気がするんだけど、こっちのブロリー見てからこっちのブロリーを見ると、やっぱアドバージの方がいいね、ちっこいけど。このアドバージのさ、この造形のままこれぐらいのでかいの出ねえかな、つうかアドバージこれぐらいでかくなんねえかな、ね、でちょ、こうちっちゃいな、こう見るとね、こう見るとやっぱちっこいわ。このままの造形でさ、これぐらいのでかさだったらすげえかっけえぞこれ。いや、あの大きさはこっちだから迫力はこっちなんだけれどもね、造形とか全ての素晴らしさ、もうクリア、頭クリアパーツだしさ、すべての素晴らしさを考えると、アドバージの方が総合点上だな。アドバージの方が総合点が上だった。ただでかければいいってもんじゃないからね。でも迫力はあるね。やっぱね、でかい方が迫力があるね。やはりでかければ迫力はあるんですけれども、そこはやはりクオリティも高くないとね、ただでかいだけじゃダメだからさ、フィギュアって。でかく、クオリティも高いという。もうそのダブルが揃って最強というね。あのアドバージのブロリーでもよかった。あとゴジータとベジータね。もうこいつらに関してはもうね、完璧完璧。もう完璧ですよ、このかっこよさ。すげえな。ベジータ、ゴジータ。素晴らしくね、この並び。めっちゃかっけえ。最高だったな。これ最高。ベジータもう一体ゲットしよう、マジで。ベジータ。あとは残りのやつもゲットして全種類コンプリート。次回は全種類コンプリート会でね、もうお会いすることになると思いますが、今日は、ダブルリーでしょ。で次回全集コンプリート会でまた増えてて、トリプルになってるから、いやもしかしたらゴブロリーに、ね、なってるかもしれない。ゴブロリー、それではまた次回ゴブロリー全集コンプリート会でお会いしましょう。今回は映画ドラゴンボールスーパーワールドコレクタブルフィギュアボリューム2とボリューム1の開封レビュー動画でした。